F1 ライフチャンネル、ティアロー太郎、ヨネヤンです。現在の F1 マシン、重さではなくサイズが問題。アロン掃除がね、今の F1 マシンの問題は、ね、重さじゃないんだよね。今重たい重たいって言われてるじゃないですか。なんか重たいからこう車がなんかこううまく動かないんだよ、キビキビ動かないんだよ、つまんないんだよって。でもそうじゃない、大きさなんだ、サイズなんだ、おっしゃってるんですけど、うん、まあでも重い車はサイズちっちゃくならないよね。大きいから重いんでしょ。重いから大きいとか、ちっちゃくても重いかもしれない。大きいから重いのか。これはちょっと重たくてもちっちゃくすればできんのかね。まあでも重量重量っていうのはよく言われるじゃないですか、はい。まあ、重たいから、まあ、今や800キロ、うん、最低重量800キロですからね。798、そこに110キロ燃料積んで走るわけですから。あ、燃料別だ。はい、あ、じゃあ900、もう1トン近いんだね。1000キロ近いんだね。910キロぐらいでスタートしてるわけですからね。あれ1000キロって何、1000キロ1000キロってことは1000キロ。コンパクトカーぐらいってこと。いや、だから910キロですって。だから最大で燃料積んでスタートする時で、軽自動車よりは重い。軽自動車、はい。だから10年前だと100キロ以上軽かったね、今ね。もっともっとですね、600キロ台だったんですね、うん。でもほら、我々別に乗ってないから軽い重いって言われても、まあ、動きを見て、うん、なんか重そうだな、のそっとしてるなっていう風に、まあ、のそ、うん、キュッキュッキュッじゃないってことね。キュッキュッキュッが、まあ、多分乗ってる人はキュッキュッキュッの方が楽しい、うん、だから想像はつきます、まあ、まあ、特にあの、ね、カメラマンとかは低速コーナーはなんかずっと持ってんだよねみたいなことを言うね。低速コーナーでもずっと切って、うん、次加速するまで待ってる時間が長い、のそうとしてるんだよねみたいな。あ、そういうこと、感じのことを言う。まあ実際そういう風に見えるところもありますね。それは重さだよなと。前だったらそのブレーキングしてから車曲げて加速するまでが短かった、うん、要するにスロットルオフの時間が短かったのが、うん、今はやっぱりブレーキングしてってから車が向きが変わるまで時間かかるので、うん、低速コーナーでもちょっとオフのスロットルオフの時間が長いよなって感じはしますけど、実際ね。安全性で重たくなっちゃった、そのパワーユニットが重たくて重たくなっちゃった、ね、両方ですね。両方 PU も重たくなってるし、うん、タイヤも重たくなってる、ホイールも重たくなってる、うん、で車の安全性高めるためにもやっぱり重たくなってる。だからその2000年代とかは本当に600何キロだったのに今800キロだっていうのが、まあすごく批判されるんだけど、安全性でいうと本当にすごく進化してるので、じゃあその2000年代の車を今の安全性にすればやっぱり100キロぐらい重たくなるはずなんで、ちょっと何キロ正確か分かんないけど、かなり重たくなるのは確かなので、だから単純に比較はできないんですよね。重たくなります。重たくなると当然、止めるところにも負荷がかかるから、そこも丈夫にしなきゃいけません。で、重たい車が500キロの車と600キロの車が同じ速度でぶつかった時のそのなんとかっていう数値かな、衝撃の大きさも全然変わるわけでしょ、重たいから、うん、そうするとさらに丈夫にしなきゃいけないじゃんってなって、どん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 大きくなっていく。じゃあちょっとこう原点回帰でこう小さくして車のスピード落とせばいいの。F3 かなんか、そういうことか。そういうことか。そういうことになっちゃうのか。あ、そうか、やっぱスピード突き詰めるってからこそそうなっていっちゃうっていうジレンマなのかな。まあ、うん、F1 に関して言うとパワーユニットっていう、まあ、かなり重たいものを積まなきゃいけないっていうね、はいはい、まあ、それだけでも昔エンジン90キロとかだったのが今150キロでしょ。それだけで60キロぐらい重たくなってるし、まあ、タイヤもでっかくなって重たくなったし、うん、4輪で20何キロぐらいでしょ、うん、だからまあいろいろで、車はどんどんやっぱ空力考えると、ね、今年2022年の車からまあまたエアロがああいう風な形になって、まあ、余計フロア長くなったりとか、まあ、ホイールベースも長いし、うん、ってことは全長も長いしみたいなところで、まあ、どん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 車が大きくっていうか長くなってる。横幅はね2017年から変わってないですけど、まあ、それも2017年横幅大きくなったことで、はい、まあ、車その空力性能を上げて速くしようで横幅大きくした、まあ、結果重たくなってるんですけどね、最低重量ね。ああ、そうかそうか、まあ、それプラス、うん、そこからに横幅は変わってないけど、まあホイールベースはやっぱりどん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 年々長くなってるんで、それはどん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 こう車としては重たくなってるっていうところですね。で、まあヘイローを積んだりとかね、いろいろもあるんで。ああ、はい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 。まあでも実際さ、大きさってその昔の車と並べるとなんかでかっと思うけど、もうちょっとずつちょっとずつ大きくなってきてるし、まあ、それを見てる人には実は並べない限りはあんまりわからない。どうでしょうね。
体で見ると気づかない人もいるかもしれないけど、やっぱ大きいのかな、現物あんまり見たことない人からすると、うん、でかっていうか長って思うんじゃないですか、結構今の車って。ぶっちゃけだから5メーター超えてるわけじゃないですか、5メーター50とかなわけじゃないですか。でかいね、確かに5メーター超えると。その辺の普通の部屋には入らないですからね、入ない5メーター超えると、うんうんうん、駐車場でも入んない、はみ出ちゃう、5メーター全然はみ出ちゃう、ウィングががっつりはみ出ちゃう、うん、でかいわ、でかいというか長いです、ね、長い長い、うん、横幅は普通と変わらないんだけど、いわゆる普通の乗用車よりも長いからね、5メーター超えてくると。そうそうそう、全然長い。ああ、そうか、そう言われるとそうだね。だからアロンソが言ってるのは、その重さももちろん運動性能としてはあるし、まあ、最近ちょっと重たくなったせいで低速コーナーとかのバトルとかしづらいよねっていうのはあるけど、うん、っていうかまあそういう風に質問されたんですよね。ああ、この間その抜けないのはなぜだ、オーバーテイク難しいのはその重たくなったからなのかみたいなことを聞かれて、いやそうじゃなくて、まあ、それもあるっちゃあるけど、でもどっちかというと問題は大きさの方だよと。でまあ、普通のサーキットはまだいいけど、モナコとかみたいにコースが狭いところに関してはやっぱりそのサイズがでかいことによって、うん、もうスペースそもそもないじゃんっていう2台並んで通り抜けられないじゃんっていう、あ、まあ、それこそバルセロナの 1,2 コーナー、園田君とジョー選手のあの、はいはいはい、アクションとかもそうだけど、うん、まあ、もうちょっとだから車がちっちゃかった時にはああいうのも2台並んでとかはもっとやりやすかったんだろうけど、うん、やっぱ年々やりにくくなってるっていうのはその車が大きいっていうか、ね、やっぱラインが、ね、大きければその分広いので1台分のスペースがっていうのもあるから、まあ、特にアロンソなんかはそのテクニックで抜いていくっていうのは、ね、ブレーキングで突っ込んでおりゃーとかっていうよりはこ うまく相手とのライン取りをこういう風に交差させて抜いていくみたいなのがあったりするじゃないですか。うん、それはやっぱり、ね、車の幅が大きくなったり長くなったりするとコースに対して必要なスペースがどん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 足りなくなってきて、いろんなライン取りで勝負するとかができにくくなってる、はい、その勝負 その自由度みたいなものも下がってるから、うん、まあ、だから重量というよりは大きさの方が、車の大きさの方がちょっと今問題だよねっていうことを言ってたんですよ ね、 そういうことね、まあ、現実問題はその車はまたね急に小さくはできない、それともコースを広げればいいってこと、そういうことでもない、まあ、簡単に言うとでもそうですけどね、あ、そういうこと、うん、ただじゃあそれは F1 マシンにとってはいいけど、うん、じゃあ F4 とかにとってはどうよっていう、あ、そういうことね、広すぎじゃねみたいな感じにもなるけど、うん、ラインどこみたいな、うん、めっちゃ広いなみたいな、うん、直線これ全部みたいな感じになっちゃうちょっとね、うん、あ、そういうことか、まあ、とはいえ、うん、F2 もそうだし、はい、F3 もそうだし、まあ、スーパーフォーミュラとかもそうだし、うん、まあ、GT3 とかもそうだし、まあ、全体的にでかいですけどね今ね、でかいね確かに、うん、明らかに車は大きくなってる、うん、F1 だけの問題じゃないですよ、うん、全然、あ、そうか、そうだね、言ったらだってスーパーフォーミュラだって全然 F1 とサイズ変わんないから、長さとかも、あ、そういうこと、だって 5m 超えてるでしょ、うん、あ、そうなんだね、フロントノーズだけで 1.2m とかあるわけだから、だから全然あの F1 だけが重たくて大きくってなわけじゃないんで、うん、全世界的にというか、まあ、トレンドとしてやっぱ空力性能を高めて、まあ、みんな早くなってるのは結局車大きくなって空力性能が上がってっていうところなんで、うーん、まあ、そういう意味ではサーキットもある程度それに合わせて進化しないといけないのかもしれないですね、幅を2メートルぐらい広げるとか、まあ、普通の乗用車も大きくなってるからね、うん、どん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 、まあ、確かにそうだね、でも実際でもサーキット回収したとこないでしょ、その今の F1 に合わせましょうみたいな、新しく作られるサーキットはやっぱり幅は広くなってますよね、広くなってる、だから、まあ、最近その、まあ、半行動サーキットいっぱいできてるじゃないですか、うん、そういうところは今の車にサイズに合わせた設計がされてる、まあ、なるべくできるところはそういう風にしてるし、うん、逆に久しぶりに開催したイモラなんかめちゃくちゃ狭く感じますよね、あ、そうなんだね、2000年代にやってた時は、まあ、あの時もまあ狭いっちゃ狭いけど、うん、でもそこまでなんか極端に狭いとは思わなかったけど、今の車出したらやっぱむちゃくちゃ狭いですよね、うん、あれれれって感じなんだ、うん、まあ、モナコは仕方ないにしてもね、そういうパーマネントサーキットで狭かったら、あそこはなんだろう、オランダも狭いの、ザントフォルトも狭いですね、うん、ザントフォルトかとか、まあ、鈴鹿とかもやっぱり狭い、かなり狭い部類に入っちゃうんですよね今ね、へ、だから本当にそのよくオールドスクールサーキットと言われるサーキットはちょっと今の車では厳しくなってきつつありますよね、まあ、ランフェエリアの狭さっていうのも含めて、うん、まあ、でもコースそのものの狭さも結構厳しいかな、特にザントフォルトなんかね、うん、オランダやりたいから、うん、無理くりまあ回収するとこはして、うん、でランフェエリア取れないところはもうバンクにして、ね、もし高速したら壁沿いにスススって行くようにするとかそういう工夫をしてますけど、まあ、なかなかやっぱ苦しい感じはしますよね、それでもじゃあ安全基準大丈夫かっていうとちょっと微妙だよねと思うところたくさんありますよね、ああそうなんだね、これ2026年
の車はさらに大きくなっちゃう、それともちょっと小さくなる、ちょっとそれだからどういう方向に持っていきたいのか、まだ決定じゃないんだ、うん、そこは F1 コミッションとしてこういう方向に持っていきましょう、だから本当に今アロンソとかが言ってるように、うん、大きさの方が重要だよね、重さはどうでもいいけど、うん、ちっちゃくしてくれればもっとバトルできるよっていう意見が強ければ、うん、じゃあそういう方向性の車のレギュレーションにしましょうと、例えばじゃあもう全長は 4.5 メーター以上ダメですとか、オイルベースは3000までですとか決めてしまえば、うん、それ以上大きくはできないから、そういうのは方向性としてはありだと思いますけど、それがじゃあ現実的にできるのかどうかっていうのはまた、うん、別な話ね、技術的な話だから、これはじゃあ方向性としてこういう風にやりたいんですけどどうですかって、皆さんどうですかって各チームのテクニカルディレクターとか、はい、あとは PU メーカーとか、まあ、それぞれちゃんとそのあれがあるので、グルワーキンググループがあるので、うん、じゃ あの車体側のワーキンググループで皆さんこれちょっと検討してみてください、うん、で PU 側もどうぞとか、まあ、それぞれ検討した、じゃあこういうレギュレーションだったらまあ現実的かなっていうので、揉んで揉んで最後 また F1 コミッションに戻ってきて、じゃあこれでいきましょうってなるんで、そういう風なんだね、そこだからまあ別に F1 側がもうこれって FIA とか FOM がこれって決めるわけじゃなくて、まあ方向性は決めるけど、まあ基本は各チームとか、あのまあ技術者とかね、まあドライバーの意見もそうですけど、今こんな感じで考えてるよって各チームに飛んできて、で各チームね、具体的な数字とか規定にするのはその各チームの技術者と FIA と FOM で、またそのワーキンググループで実際に決めていくっていう感じなので、こうだね、これならできるよ、それはできないよみたいなものは戻ってきて、でそれをまたもう一回もんで、じゃあこれならどうですか、皆さん OK ですね、じゃあこのルールにします、あそういう段取り、あと一方的におりゃって決めてるわけでもないんだね、そうですね、でそこにめがけてアロンソなんかもだから今のうちからこう自分の意見をチク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 、言ってすり込んでるわけだ、まあまあそういう、そういうところでうまく主張していって、まあ、それが自分たちのプラスになることもあるだろうし、うん、まあ、ハミルトンは逆に重さが問題だって言ってましたけど同じ質問に対して重たいの問題だよね、マックスも重たいの嫌がるような感じするよね、ビョンビョンってやりていきたいんだもんね、なんか一個 MG なんとか H がなくなるだけでも全体的にパッケージとしてはコンパクトになるわけでしょ、うん、あとは今よりもカーボンよりもなんかあの軽くて強いすごいのが開発されればちっちゃくなるのかな、まあ、あるかもしれないですね、まあ、技術革新なんか、ね、まあまあそこはまた期待するのが難しい、まあ、マシンの中で多分カーボンパーツが占める重量そこまで大きくないんじゃないかな、あ、そうなの？なんかカーボンの塊の中でカーボンの塊ですけど、モノコックがじゃあすごい重いかっていうと、モノコック多分そこまで重たくない、2人とかで普通に運べちゃうぐらいだから、じゃあ何が重たいの、まあ、PU とかやっぱリア周りは金属部品が多いので、はい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 、どうしてもそういう車、まあ、タイヤも重たいですけど、ああそうね、うん、どうしても金属でしか作れない部分はあるじゃないですか、ラジエーターとか PU 自身もそんなに大きくないんでしょ、まあ、でも150キロですからね、150キロか、あどうそれをじゃあ考えても持てない、大人2人で持てるかっていうと結構聞いちゃうんですか、なんとかっていうのは外しても、なんとかっていうのはまあ H 自体そこまで大きいもんじゃないので、あでも結局バッテリー積まなきゃいけないのか、バッテリーも30キロ、まあ、バッテリー含めて150キロですけど、バッテリーは30キロぐらいなんで、だからリア周りいわゆる下半身をちょっと痩せさせないと全体的にはちっちゃくならないってことね、なるほど、はい、そういうことで、まあこれはまた2026年に向けてね、これからもいろんな議論がね出てくると思いますので、まあこういうベテランアロンソの選手なんかチク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 言ってくることをしっかり聞いてると、ああこういうふうなことを考えてるな、ああいうふうなことを考えてるんだなってことが分かってくるんではないでしょうか、ということで今回の話、意外に役に立ったのかなと思った方、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします、ありがとうございました。